陽大は、隋朝の第二代皇帝。中国史を代表する暴君と言われる。陽大は、東欧朝による追肢であり、本名は、陽広氏である。別名は A。障子は、後に陽大と呼ばれることになる。陽広氏は、文帝幼稚の次男として生まれる。文帝により、隋が建国されると新王となり、北方の守りにつき、南朝の鎮の討伐が行われた際には、 討伐軍の総帥として活躍した。この時、初めて華やかな南朝の文化に触れ、当地の仏教界の高僧たちと出会ったことが、後の陽台の政治に大きな影響を与えたようである。591年には、天台地義より、菩薩会と、僧寺の法名を授かり、地義に対しては、知者の語をお貸ししている。陽台の聖母の毒子キャラは、 一夫一妻意識が強い郷土独子部の松江出身であったため、自分以外の女とは関係しないと文帝に誓わせている。また、文帝自身は失踪倹約を是としていた。ところが、陽代の兄で皇太子のようイサムは、派手好みで愛称を求め、正否をおろそかにしたため、特に皇后に嫌われた。この状況を陽代が利用して自ら、そばめを持たず、 消費だけを愛しているように装うとともに、腹心の要素と、長考羅による文帝への残言を行って、用意さむを廃させ、皇太子の地位を射止めた。604年に、文帝の宝魚に伴い即位したが、宝魚直前の文帝が陽台を拝着しようとして、逆に暗殺された、とする話が根強く流布した。即位した陽台はそれまでの倹約生活から表変し、写死を好む生活を送った。 また廃止されていた残酷な刑を復活させ、謀反を企てた、要玄関は旧族に至るまで処刑されている。洛陽を弟に定めたほか、文帝が着手していた国土対抗場の建設を推進し、また100万人の民衆を動員し、大運河を建設、河北と江南を連結させ、これを使い、江南からの物資の輸送を行うことができるようになった。対外的には洋大は、 国外遠征を積極的に実施し、交渉に長考を求め、豊久魂、林雄、琉球などに出兵し半島を拡大した。さらに612年には陽大は、高栗遠征を実施する。高栗遠征は3度実施されたが失敗に終わり、陽大に離反して亡命した高栗から送還された、国格性を射殺に処して、その遺体を釜茹でにするなど、これにより、隋の権威は失墜した。 また国庫に負担を与える遠征は民衆の反発を買い、第二次遠征途中の洋玄関の反乱など各地で反乱が発生、随国内は大いに乱れた。615年8月、岩門において特決に包囲された。洋代は多大な少子を約束して援軍を募ったが、特決が撤退すると恩賞を払わず、多くの少子から恨みを買った。各地で、リ密。 ディエンラ軍友が拡挙する中、ダイは難を避けて、江戸に逃れた。ダイは反乱の鎮圧に努める中で次第に、現実から逃避して主食に吹ける生活を送り、皇帝としての統治能力は失われた。ある日、ダイは眠れなかったので、天を仰ぐと、訂正が勢いを失い傍らにあった大星が、怪しげな光を放っているのを見て、 不吉なものを感じて、天文館に聞いてみると、近頃、属性が、訂正の座を犯しています。また日光は死産して、あたかも流血のごとき模様を描いております。このまま時が過ぎますと、おそらくは近々に、不足の災いが起こりましょうから、陛下には直ちに徳を収められてこの協調を払う、ことが寛容と存じますと述べた。この日から陽代は、 国事の上層を受け付けなくなり、上層する者は残罪に処すという命令を出した。618年、陽大は故郷への帰還を望むイサムカを引き、ウ文化及びを名手に衰退した柴徳官、ハイケンツーラによって、抜手の長王陽隆氏と共に50歳にして、殺害された。彼は皇帝として、読書による自害を望んだが、その最後は、家臣二人に、 真綿で首を絞められるものだった。窯台は暴君として描写され、その業績は否定的に評価される傾向にある。大運河に関しては女性までも動員した急行時で、これを改作し、開通のデモンストレーションとして自ら流線に乗って、行行したために、自らの射死のために、多数の人民を挑発したなどと後世に評されることになる。しかし大運河の建設は、 長期間分裂していた中国を統一するための大事業でもあった。そして、大運河の建設を隋の罪の一つとした東王朝は、大運河を活用することにより繁栄を,を築くことになる。また、共に兄を殺した自死であり、クーデターによって定位につくなど、環境や行動に類似点の多い東大層の正当性を主張するため、容体という返事を死亡に用い、 随所にも暴君であるように編纂したとする意見もある。陽帝個人に関する研究は多いとは言えないが、その中で宮崎一佐田、布目牛をアーサー・エーフライトが挙げられ、いずれも陽帝の暴君像は後世に誇張されたとする点では共通している。2013年3月、中国チャンス省洋州市の工事現場で古代遺跡が発見された。 2013年11月16日、この遺跡が、陽台の墓であることが発表された。陽台は統治者としては結果として、国を滅ぼした失格者であったが、一面では随大を代表する文人、詩人でもあった。知性中各地に巡行した際など、しばしば施策を行ったと言われる。地政後半には、自らの没落を予見したのか、赤羊感を叩える。 呪状詩を数多く残した。陽代の作品は文学史上からも高い評価を受けている。和国が第二回遣隋詩を使わしたのが、この陽代の知性で、肘所天使松室書尾没書天使無用の有名な書き出しで始まる国書が和王から送られている。当位の島国の王が天使を称するのは元より対等な関係を求め、地面では、 没落の都にある皇帝を意味する日没書店主という極に羊大は喜ばなかったが、当時隋は、高栗遠征を控えて、外交上和国との友好関係は必要と判断し、ハイ・キヨシを和国へ派遣した。羊大在中に、県隋氏は、この第二回を含めて、計4回も派遣されている。大行604年から618年。ありがとうございます。